オタハの秘密基地。予告する。見慣れてくると、結構かっこいい。動画ごろに皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだルパンレンジャー VS パトレンジャー。怪盗と警察が、脅威の11体が体。完成、グッドクルカイザー VSX だこれのプレイバリー本当に半端ない。 ルパンカイザー、パトカイザーに、今回の X エンペラー。劇中ではグッドストライカー一つしかないよね。なので、まあ、ここからグッドストライカーを1台抜いた11体が合体するわけです。というわけでね、まずは VS ビークルに全部分離させます。じゃーんこのようになります。こうしてみると、圧巻だね。これだけのものが全部合体するわけです。 いや、しかし、どうやってこれ、劇中で全部が合体することになるんだろうね。ルパレンもパトレも、あの、結局、一緒に、あの、一緒に戦うんですかいちなみに X、X トレインゴールド。これの、トリガー部分のスイッチ。ここには、隠し音声があって、長押しをすると、せーの。 聞いたこれで合体の掛け声が分かったね。超越 X がタイム。今日もね、いつも通り合体のプロセス分かりやすさ重視でいきます。まずはグッドストライカー。足を伸ばして反転。カバーの部分。これをルパンカイザーのようにパネルを下げる。さあそしたら、この両側のウィング。これは展開しておきます。ここがポイント。そしたら、この部分を 下に倒して、合体ジョイントを出せば、グッドストライカーの合体準備状態完了。さあそしたら次は、エックストレイン、ファイヤーとサンダー。まずはサンダーからいこう。アタックモードにして、これだね。合体用のジョイントを展開する。これで合体準備状態完了。反対側も同様。反対ファイヤーも同様。アタックモードにして、合体のジョイントを展開。 これで合体準備状態の完了。さあ、そしたら、これが下駄になるわけだね。これは注意があって、今までの往年の強化合体だと、ここのジョイント以外にもね、こっち側になんか噛むものがあるんだけど、ここ一箇所だけ。こういう、このように合体させます。だからね、こう持ち上げると結構ブラブラします。さあ、そしたら、トリガーマシーンの登場。3号。これを、 トリガーを引いてアタックモードに。そしたら、このタイヤの、ここと、ここに穴が開いています。これが、ちょうど、ここ。ここに接続するようになっています。これもカチッとはまるタイプではなくて、押し込むやつ。そして反対側。パトレン2号こと、いい人が乗り込むトリガーマシン2号。これもアタックモードにして、ここの穴を利用して、ここに接続。 か。そうすると、このようになります。さあ次。腕は X、X トレイン、シルバーと、ゴールド。順番に行こう。まずは、シルバー。これが腕になるんだけども、この後ろの部分が張り出た肩となります。正面がこっち。なので、腕を、こっちに曲げます。で、ここに関節があって、これをワンクリック。で、さらに、 こっちに向けるわけ。そうするとこのようになります。合体に使用するジョイントは、ここと、ここ。本体の後ろ。このウィングの、ここと、ここ。ちょっとわかりやすいように。横から見てみよう。これ見えるかなここ。これが、ここにくっついた後、こっち側。これ見えるかなここ。2箇所で止めるわけです。そしたら、反対側のゴールド。これは、まずは、 先頭の部分。このパーツを外して、さっきと同じように変形させます。正面がこっち。で、足、あ、腕。これが、こっちに向くわけですね。で、関節。これを使って、外に向けた後、こうやって前に出す。そうすると、このようになります。これも合体ジョイントは同じ。ここと、ここ。このように。 ウィングのところを合体させた後、こっち、内側を合体させる。さあ、そしたら、この張り出た、この部分。これがすごい効果的なんだけど、こっち側に傾ける。で、ここのガトリングの先端のここ。ここにジョイントがあって、ここに受けがあるわけです。なので、こういう感じで接続できます。 これで保持力ががっちり3点止めになるわけです。ここいいなぁと思いました。さあそしたらエクストレインゴールドの先端の部分。これが、ここにフェースパーツがあって、これを、このように黒いパーツを下げる。そうすると、ここにジョイントがあって、ここに接続。さあここで、ルパンレンジャー側のダイヤルファイターの登場。レッドはそのまま。 ブルーとイエローをアタックモード的なものに変形させる。ダイヤルを使って下げて、ここの部分を下げる。で、ウィングを閉じる。こう。で、腕をこっちに向ける。まあ、腕的なものになるんだよね。<laughs> まあ、いいえ、アタックモードですって感じ。こうかな。 この肩の付け根のこの部分、このジョイントを下げて、ここにそれぞれブルー、イエローダイヤルファイターを取り付ける。胸のジョイントを使ってレッドダイヤルファイターを取り付ける。さあ、そして最後、頭頂部にもジョイントがあって、ここにトリガーマシン1号を取り付ければ、完成 グッドクルカイザー VSX! <laughs> おお<ー> <laughs> どうこの塊感。この動画を見てる君はどんな感想を持った自分は初見ね、やっぱり往年のお <laughs> ひっつき合体感はすごい出てるなと思いました。デザインに関してはかなり 評価が分かれるんではないかなと思います。あくまで僕の主観なんだけど、全体のプロポーション的には、まあ、さっき言ったように、ひっつき合体なんだけども、この芯となってる部分は、なかなかプロポーションが整ってて、この張り出た方も、まあ、いわゆるイデオンとかね、ガンバスター的な、はたまたマクロスのような、いわゆるアレ系統の、あの、腕のバランスなんだよね。この長い腕とか。 あとはコンセプト的に怪盗と警察。これがこう、見事にね、合体、融合している感じっていうのがすごく出ています。レッド以外の脇を固めるメンバーは、まあ、よりアタックモードなんだよね。で、このレッドたちはノーマルモードで合体していて、本当に全部が絶妙なバランス感です。横。こうしてみると、まあ、張り出ているところは思いっきり張り出ているという感じかな。そして、後ろ。 早速近くで見ていこう。まずは頭部。ちょっと奥まってるんだけども、フェイスのデザインはこのようになっています。これの上は VS。まあ、これ英語の文字かな。頭部のギミック的にちょっと平面になってるのが、まあ、ちょっと気になるは気になるけど、怪盗と警察がうまく融合したいいバランスのデザインですね。ちょっとカメラを持って失礼。これ肩ですね。これは腕じゃなくて <laughs>、いいえ、アタックモードです。 ま、どう考えてもこれが腕、腕的なものじゃないよね。腕が2つっていう感じじゃなくて、まあ、このアタックモードの、それぞれのガトリングとか、カッターを使うんだなっていうのが、こう想像できます。胸部。これもよーく見ると、ルパンカイザーのこのレッドの部分と、このダイヤルファイターのレッドがこう繋がってるような感じ。あとはグッドストライカーのこのウィングが、この肩に来るっていうところがかっこいいなと思いました。そして足。 ま、肩もそうなんだけど、この辺が思いっきりこう、ひっつき合体の要素が出てるよね。まあ、これは考えようによっては余ったものが、この横にくっついてるっていうよりは、それぞれのアタックモードの、この武器を使うという感じかな。そう考えると、まあ、重武装のロボットなんだなというのがわかります。ロボットの美しさっていう観点で見ると、まあ、ちょっとアウトローな感じはするんだけども、敵対していたカイと警察が、まあ、急な感じで、 力を合わせるようになったって考えると、うん。なんか僕はこれ見慣れてきたのもあるんだけど、これはこれでありなんじゃないかなと思えてきた。ちなみに可動範囲なんだけど、まあ、この腕というかね、アタックモードのところの付け根の部分。この辺はま、ルパンカイザーそのまんまです。あ、あとごめん。細かいんだけどさっき変形の途中で、こういう風に僕変形させたんだけど、説明書を見るとこうだね。ま、あいろいろ劇中ではぐりぐり動いて、こうやって攻撃するんだろうね。 それから、頭部全体はもう動かないですね。腕も2点で、まあ、もしくはね、3点で固定してるから動きません。その代わり、付け根の部分。ここで動きます。まあ、これは何だろう。あの、いわゆるマクロスキャノン的な、こういう攻撃方法をするのかな。そして、下半身。これはもう全く動きません。そして、これ持ち上げるのは現金ですね。こんな感じで簡単に取れます。あとは、このサイドの部分ね。これも、あの、 いわゆるカチってハマるタイプじゃないんで、もうこういうジョイントを見ると持ち上げないでねっていう、まあ、メッセージなのかもしれませんね。さあ、そして最後は比較いこう。パート2でも比較で登場した列車戦隊特急ジャーの3つのロボットが合体。超超特急大王これが列車で言うとちょうど、まあ、10台分なんですよね。こっちが11体合体。まあ、だからバランス的には大体同じくらいです。 あとは往年の、まあ、ここにはないんだけど、同じ11体とか、12体近辺のシンケンジャ者とか、ゴーンジャーあれらと比べると、だいぶ小さいですね。あっちの方がもうちょっと大きいかな。あ、あとはいつものわかりやすいやついこうか。ロボット魂と、マスターグレードのガンダム。これを横に並べるとこんな感じです。まあ、かなり大きいことがわかりますね。あとはね、もう一つ買ったから、X エンペラー、スラッシュ。 これちょっと並べてみよう。まあ、このぐらいの大きさですね。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の、ルパンレンジャー VS、パトレンジャーの、驚異の11体合体グッドクルカイザー VSX のレビュー、いかがだったでしょうかというかね、まず、このデラックス X エンペラーセット、これのプレイバリュー、本当に高いなぁと思いました。 ここ最近の戦隊玩具の中で、まあ、これだけ遊べるものってあったかなっていうぐらい、本当に遊び応えがありました。今回のおもちゃは、そこが最も評価の高いポイントだと思います。さあ、そしてこの、グッドクルカイザー VSX。これもレビューで言った通りですね。まあ、総合的に言うと、まあ、プレイバリューが高い反面、まあ、これもそうだし、X エンペラー。まあ、それぞれの、 携帯で若干プロポーションのシワ寄せがあるなというのを感じました。ただね、どれも見慣れると、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと、あの、僕は今思います。ま、戦隊も40年以上ね、歴史があって、もういろんなものが出てきたから <laughs>、ま、なんでもありっちゃなんでもありだね。これが、ま、とにもかくにもどうやって合体することになったのかが非常に気になります。そうじて、僕は大満足です。 気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺も、グッドクルカイザー VSX が気に入ったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おー、タパー。脅威の十一体合体、すごいね、とか。おー、やっぱり、あの、ルパレンもパトレンも一緒に戦うのかな、とか。他にも、今回のおもちゃのこと、 他のおもちゃのリクエストなどどんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。あ、次のレビューはね。あれでモードの切り替えとかやってたよね。これのレビューも合わせてみてね。パート3まで見てくれてどうもありがとう。またねー。